今日は2017年6月14日、11時51分ですね。朝日新聞の一面には共謀罪の強行採決が明日あるかもしれないという話ですね。そして、30名、社会面に、加計学園問題の文書告発者の処分を文科副大臣が示唆したという話ですね。とんでもない話でしたね。国家権力が違法な圧力をかけて個人の利益に資することをやってんじゃないか、そういう問題がある中でそれを裏付ける文章がある、そういうものを社会に対して公開した人間に対して処分せよというんですが、で言ってる理由というのが、告発内容が法令違反に該当しない場合、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出させることは国家公務員法に公務員法違反になる可能性があるんです。まあ、どういうことかというと、要するに法令に違反するかしないかということがポイントで、はっきり何々法に違反しているという内容でなければ、そのことを、その事実をですよ、その事実がこれは一般国民にとって知っておかなきゃいけない重大な問題な、政府が隠してるなということであってもですよ、みんなが知らなければ行政運用上、だからお役所でこんなことが起きてるよということを上司の許可なく外部に流出させることは法律に違反する、国家公務員法違反だっつんですね。まあけしからん話ですよ。まあ国家権力がずるいことをやってる、悪いことをやってる、それ自体が本当は違反なんだけども、それを裏付ける事実というものが、内容というものが何かの法律に違反してるかしていないかということが議論される、まあ本末転倒も甚だしいよね。本来国家を運営している国家権力、政府というものは国民に対して何か疑問が生じたら、その疑問を進んで除去するように、国民に対して納得してもらうように自分たちから進んでやらなければいけないのにかかわらずですよ、逆のことをやろうとしてますよね、この加計学園問題っていうのは。でこの問題というのは、たまたま一つの学校があんまり公平ではない、ずるい方法で認可されようとしている、たまたま総理大臣の友達というものが総理大臣の友達であるという理由だけでいい思いをしている、これはおかしいだろうという、まあ、話なんだけども、その裏にはですよ、そういうずるいことをやっても国家権力の側はそれをごまかしたり騙したりやれる、ああだらこうだら理由をつけてそれずるいだろうと言ったやつを逆に罰することができる、これ恐ろしいことですよ。そして今の一番のポイントは、この共謀罪というものが成立するかどうか、こういう姿勢をとっている国家権力がですよ、この共謀罪というものをどういうことに使おうとしているかということですね。みんながハッピーになるために、
民主的な世の中がより民主的であるようにするために使おうとしてるんでしょうか。まあ違うと普通思えばね、国家権力を批判するような人間をより弾圧しやすくするためにやろうとしてんじゃないの。だってそういうふうになってるじゃない。犯罪集団だけを罰すると言ってるけども、その犯罪集団であるかどうかという認定は誰がやるか、じゃあ警察が勝手にやるんだ。警察というのは正義の味方かと思ったらとんでもないですよね。市民運動を弾圧して株主総会には会社側の応援団というか用心棒として私服で出席する、談合をやってもそれを起訴しない、選んである談合は見て見ぬふりをする、そして職場の中で集団ストーカー行為という、本当にこれは傷害の犯罪ですよ。そういうものも知らん顔してる。そういう警察が正義の味方であるはずがない。そういう性質を持った警察が自分の意図でですよ、国家権力の側に立ってこいつら権力に盾ついてやるというけしからんやつだというふうに認めたら、それはもう取り締まりの対象になる、監視の対象になる。秘密をこっそり調べて、好きあらばしょっぴいて脅かして自白を迫るなんてことが起きるわけですよね。そういう危険な法律が今まさに成立しようとしているわけですよ。断固止めなければいけないわけですけれども、その止める側がまた不甲斐ない。野党、民進党にしても共産党にしても社民党にしてもですよ、問責決議案を出すだとか不信任案を出すとかそういうことばっかしやって結局止めることができない。繰り返し言いますけども、自分たちはやれるだけのことをやりました。でも自民党が多勢に無勢、強行採決してしまった。けしからんのは自民党だ。今何をやるべきか。私はね、今こそ各政党は一致団結してですよ、国民にデモを呼びかけるべきだと思いますよ。今やらずしていつやるんですか。今国会の前に少数の市民団体が行って抗議してますよ。それだけに任せといていいわけがないですよね。誰かが呼びかけてもね、大した数集まらないですよ。しかし今の時期ですよ、野党が全部、少なくともこの共謀罪を成立させちゃいけないと思っている人たちが、政党がみんな共同してですよ、声明を出して自分たちを支援している団体に今こそデモをやろう、国会の前に悪いけど来てくれよ、大事なことなんだよ、あなたたちがやってる運動が弾圧される可能性があるんだよ、あと何日か日にちがあるわけですから、ね、今こそそれやらなきゃいけないと思いますよ。そんでどんだけ集まるか、まあ、それによって国民が政党というものの存在に対して意義を感じているかどうか、まあ、私はそれをきちんとやりきればそれなりの評価は上がると思いますけどね。で、本気にそれをやればですよ、相当の人が本来集まらなきゃいけないですよ。まあ我々市民運動をやってる側も責められて叱るべき部分はある。結局仲間内ですよね。仲間内ではいいことを言って、ああするべきこうするべき理想を掲げているんだけども、その仲間内が団結できない。ちょっとした違いで仲違いして、本来は一緒にやらなければいけない者同士が反目し合って大きな行動が組めない。世の中を良くしなきゃいけないと口では言ってんだけども、具体的には何も変えられない。まあ、しかしこの状況の中でもですよ、私は今の野党政党というものが一番大きな責任を持ってるんだと思いますよ。だから今こそ私は国民に対して国会の前に集まってこの共謀罪が成立することに反対するんだという意思表示をやってくる。これは
民主主義の根本ですよ、これね。今国民投票をやろうなんてだってできやしないんだから、今やれることはデモですよね。それを政党が呼びかけることができるか、本当に日本の社会の将来を憂いているのであればですよ、できることはそれだと思いますよね。ということです。今日はマイクのホルダーがバッグに入ってなかったんでアカペラで歌います。8月になるとみんなは戦争反対を叫ぶ。でも本当に戦争が起こるとき何人が叫べるだろうか。5月になるとメーデーで労働者の団結叫ぶ。でもあなたの職場には差別されてる人がいませんか。あなたの暮らしの小さな出来事に筋を通して生きていますか。タバコの火さえ消せない人たちに火事が消せるとは思えない。あなたの暮らしの小さな出来事に筋を通して生きていますか。タバコの火さえ消せない人たちに火事が消せるとは思えない。ということで今日はこれくらいしておきます。